柏原文太郎柏原文太郎昭和11年8月10日は日本の教育家、社会事業家、千葉県出身。日中問題の権威で東亜道文解説率の功労者であるとともに、目白中学の創設からその実質的な校長職務を歴任した。さらに衆議院議員として日中関係と私学教育の改善に功績を残した。 1869年1月、柏原七兵衛の子として、千葉県成田市時代の農家に生まれる。1893年、東京専門学校英語政治家卒業。1895年、朝鮮国政府農商務省の招聘により渡観し、中日朝鮮政府公使館顧問となり帰国。1896年、東京専門学校の講師となり、市の研究会を組織。 1899年、東和道文会の幹事として、新国からの亡命者、皇位、両慶長の世話をする。1902年、根津はじめより、東京道文書院を委ねられる。1909年、細川森重と共に、目白中学を設立する。1912年、立憲国民党から、第11回衆議院議員総選挙に立候補、5位、当選。 1913年、衆議院に教育検定委員会に関する権議案提出。文部省の教育検定の専任が、官学に返帳し、私学からの検定委員が皆無である。私学からも4000人からの受験者がおり、私学の教員にも相当なる学者がいる。官学、私学同等の権利待遇を与え、教育行政の公平を保つべし、胸の提出趣旨をもって、 私学教育の重要性を兼義。1917年4月、第13回総選挙で当選したが、衆議院議員選挙訴訟の結果、安保軍での選挙が無効となり、同年12月8日、千葉県知事により、宇沢わふさ吉上昭一郎、木村正次郎、関和地、津田木一、宇ざわ八、磯野隆加石一、 土屋清三郎と共に当選証書が取り消され、議員を退職し、同月に実施された再選挙で当選した。1918年、衆議院で陸軍、海軍の国防計画について、大島県一陸省に陸、海軍の大臣が制服組であるのを分官に改革する考えはないか、質問。1920年、衆議院で、 原高市内閣の義務教育費と私立学校への補助があまりに少額としてその増額を要求する討論を行う。同年3月間、中国にわたり中日学院、交換中学堂を創立。5月の第14回総選挙に千葉3区から立候補3715票、得票するも2位で落選。1923年、目白中学校長に就任し、 1933年に辞任した。1936年8月10日に死去。成田市時代の栄光寺に埋葬。ありがとうございます。